大分県道612号長目中の島線は大分県津久美市を通る一般県道である津久美市大技長目と大技中の島を結ぶ4、浦半島の先に浮かぶ仏島を通る唯一の県道である一部区間は未整備で開通部分の全長は256メートル幅は1.2メートルマイナス1.8メートルで自動車の通行は事実上困難であり 日本一狭い県道ともされる。2014年頃に市道と区別するためにこの道路の両端の路面に県道の表示を行ったが、この道路が県道とは知らず、山側にある人通りの多い道路を県道と思っていた島民もいて話題になったという。この道路ができた経緯については、管轄する大分県薄木土木事務所もつくみ市役所も不明としており、 薄木土木事務所はおそらく自治体等が整備したものが県に移管されたのではないかと推測している。起点の長木は長木半島の先端部南側の大技。また、終点の中の島は、かつてと島と四浦半島の間にあった小島であるが、1955年から1967年にかけて埋め立てられ、と島と地続きになっている。琴島と4、 浦半島との間の距離は約100メートルであり、4、浦半島の先端までは、大分県道611号4浦、岸路線が通じている。2010年9月に策定された、津久美市都市計画マスタープランでは、4浦、岸路線と、本島とを結ぶ架橋構想について、基盤整備推進のために関係機関に働きかけることが挙げられている。大分県道百十2 ありがとうございます。